この国難を何とか国民全員の理解を持って解決していくという視点に立つということが私は必要だと思っております経産省は東電が支払う原発事故の処理費用のうちおよそ2兆4000億円を電気料金に上乗せする方針です。専門家会議ははのの経産省の方針に沿って賠償費用の備え不足は 利用者に負担を求めるとする提言案を了承しました。経産省は、電気料金の値上げにならないよう、総配電事業者に合理化を呼びかけるとしていますが、具体策は示されていません。